おーい、はいはい、おーい、あ、これはおーい、おー、まさかの、聞こえてますか？はい、ヨーヨーヨースケ王子、そしてサブカル王国の皆さん、こんばんは、はい、千原みのりでーす。去年の2月ぶりということで、皆さんお久しぶりです。お元気にしてますか？さて、この王国に声だけでお邪魔するときにはクイズを出すのがしきたりということですので、私も出題させていただきます。お願いします。それでは問題です。私、千原みのりが今まで読んだ漫画の中で本気でキャラクターに恋をした作品は何でしょう？これは難しいですよ。もう一度言いますね。私、千原みのりが今まで読んだ漫画の中で本気でキャラクターに恋をした作品は何でしょう？本気ってことは結構前の作品だろうな。はい、いや、これはマニアックです。多分知ってる人の方が少ないのではないかなと思うんですけれども、ヒントか、ヒント難しいな。その作品のタイトルのヒント、タイトル、愛する人、愛する人への思い、思い、そんなばっかやね。ちょっと王子もそういう感情になったことがあるんじゃないかな。でもこれは感情なのかな。感情、ものすごく愛する、愛もの、めちゃめちゃ愛すること、めっちゃ、でもここまで言っちゃったらちょっとあれなのかな、簡単になっちゃうのかしら。でもとにかく愛です。愛もう愛することが作品のタイトルです。ではシンキングタイムスタート。え、愛することがタイトル、アイラブとか、そんなタイトルのやつある？わかんない。もうね、さっきからね、あのね、トレンディードラマのタイトルしか浮かばない。愛という名のもとに愛してると言ってくれとか、なんかそういう昔のやつ、いっぱいあるんですね、愛がつくやつ。もうあるよ。なんだろう。でも漫画だろ、少女アニメ、少女漫画。愛、俺愛は未だに知らん、わかんないからな。はい、時間でございます。ではでは答えの発表です。答えは絶愛1989です。何ですか？はい、きっと外れちゃいましたよね。まあ、そうだね。この漫画はですね、私には3つ上のお姉ちゃんがいるんですけれども、小学生の時にお姉ちゃんが貸してくれた漫画で、もうめちゃくちゃハマってしまったんですけれども、まあ超売れっ子歌手の南條浩二っていうキャラクターがですね、初恋の相手に再会するんですけれども、実はその初恋の相手がその男性だったっていう。そう、それでもまあいろいろなものを超えてこう愛を貫き通すっていう、もう本当にもう純愛、もう私はこの南條浩二が大好きになってしまって、中学時代はもう寝ても覚めてもずっと浩二のことを思って過ごしていたっていう青春時代をいただきました。もう自分にとっては特別な作品でございます。はい、ということで答えは絶愛1989でした。そんな私、市原みのりはミニアルバムリコンタクトを11月18日にリリースしました、改めてのご報告になるんですけれども、私は年内で歌手活動を休止します。なので最後のアルバムになりました、このアルバムはですね、これからまた新しい世界に飛び込んで新しい出会いにコンタクトしていく始まりなんだよっていう、とっても前向きなメッセージが込められています。これまでお世話になった作詞家さん、作曲家さんが、私へのエールを込めながら、聴いてくれた人みんなが前を向ける希望にあふれた楽曲をプレゼントしてくださいまして、もうとっても素敵な一枚になりました。私自身の気持ちは作詞したシングという曲に詰まっています。大好きな歌への、大好きなみんなへの気持ちを込めたお手紙のような歌になっているので、ぜひ受け取ってもらえたら嬉しいです。
これまでの千原みのりの音楽の歴史を振り返りながら楽しんでもらえるアルバムになったと思うので、ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。そしてお知らせになるんですけれども、12月22日には今年の夏13年目でファイナルを迎えた河口湖の野外ライブと、9月に立川ステージガーデンで開催されたオーケストラコンサートの2つのライブブルーレイがリリースされます。そして12月26日には神奈川県民ホールでラストライブの開催が決まっていますので、ぜひホームページやツイッターでチェックしてください。よろしくお願いします。本当に王子にもいろいろとお世話になりました。これまで私の音楽を聴いたり応援してくださった皆さん、本当に本当にありがとうございました。これからは個人の歌手活動はなくなりますが、声優のお仕事やその他のお仕事は続けていくことになりますので、私のペースで頑張っていきたいと思います。これからも千原みのりをよろしくお願いします。それでは最後に、11月18日にリリースしましたミニアルバムリコンタクトよりリード曲でリコンタクトを聴いてください。千原みのりでした。いやー、ほんと寂しいね。そうですね。ねえ、なんかこう、当たり前のようにね、ずっといてくれる存在だと思っているんだけど、やっぱどこかでこう、終わりを迎えるってこともあるっていうのはね。いやー、みのりちゃんにもまたね、あの美女に会いたかったよ、ほんとに。会ったことなかったんですね。いや、ありますよ。あったの。一回ありますよ。一回あったの。ええ、でもやっぱあの、何度会っても、もう、一回目ですね。何度会っても一回目。どういうことかな、ちょっと。気持ちは一期一会ってことですよ、ね。ああ、そういうことね。もう一期一会を何度重ねてもよかったんですけど。で、今ね、あの、絶愛1989っていうのをね、はい、調べてみたら、どうやら、まだ、専門誌でしか取り扱ってなかったボーイズラブを、取り扱った作品というか、かなり前の作品でね。マーガレットで連載されてた。おー、だから愛なんだろうね。男同士なんだけど、みたいな。はぁ、すげえな。全然知らなかったもん。ということでね、千原みのりちゃん、また、なんかね、まあ、声優としての活動とか他のね、あの、アーティスト以外の活動は続けるってことなんで、いろんな意味で、これからも応援していくんで、はい。千原ちゃん、まあ、何かの、きっかけがあれば、こちらのね、王国にもまた遊びに来てほしいね。来てほしいですね。はい、ということで千原みのりちゃん、これからも頑張ってね。ありがとう。